リアルからネットまで今動き回る言葉を捉えるアラウンザワーズのコーナーです。午後3時時点のランキング、今日注目するトレンドワードは3位にランクインしました。皆さんがつぶやいた敬老の日というワードだったんですね。さあ、というわけで今日は各地で高齢者を敬うという目的の行事が行われたんですが、ネットでひときわ話題となったイベントを早速ご紹介します。それがこちらです。シニアモンスターズ祭り敬老の日スペシャル、インジャパン2018になってますけど、年を取った怪物たちですねまさに、まさに。これ何かと言いますと、年齢を超越した生涯現役シニアダンサーやシニアパフォーマー30人以上が大集合し、すごい、ホールダンス、そうなんです、ホールダンス、キレッキレのダンスショー、若者とのガチダンスバトル、パフォーマーの年齢合計すると実に1000歳オーバー、1000歳を超えると、すげー、めちゃくちゃ元気じゃないですか皆さん。めちゃめちゃキレがいいですね。全然シニアな感じしませんけどね。はい、ということでこのシニアモンスターズ祭り大変盛り上がったということなんですけどもね。元気、ケイさん、まあね、吉本興業にも大変元気な諸先輩がいらっしゃいますもん。まあ、モンスターズですねまさに。いや、もう正直もう若者より全然元気あるかもっていう感じですよね。そうですね、もうこの間今クリオさんと一緒に仕事したんですけど、もう1時間ドヤサドヤサってやってましたからね。ドヤサ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 って、もうやめなはれ、絶対できないそんなのドヤサドヤサってね、それですよね。いやね、ということで今日はですね、早くも伝説になりつつあるこのシニアモンスターズ祭り敬老の日スペシャルに、出演していたシニアパフォーマーの方のところへ中継が出ています。早速呼んでみましょう。イッキキャス大牟田君お願いします。はい、オームテイトです。それでは早速パフォーマーの方々をご紹介したいと思います。まずはですね、もうダンス界の金さん銀さんと言われてますバンブーシュートのお二人です。よろしくお願いします。はい、さあ、そして続いてはですね、もう天国に一番近いアイドル、ミュントヤヨさんです。よろしくお願いします。はい、もう4名の方合わせてなんと233歳ということで、シニアのパフォーマーということでですね、よろしくお願いします。さあ、まずはミュントヤヨさんから、ごパフォーマンスをお願いお願いしたいんですけれども、はい、何を歌っていただけるんですか。今日はですね、オリジナルで初恋物語という曲なんですけども、なんと昭和っぽくあえて作った平成の新曲なんです。新曲なんですね。昭和っぽくですか。若々しい17歳ぐらいの女の子の気持ちで書きました。ありました。それでは準備の方お願いいたします。オリジナル、誰かの歌を歌ってくださるんだ。さあ、それでは行きましょう。ニュンとヤヨで初恋物語、どうぞ。
ゃくちゃ拍手がもうバンバンになっておりますけれども、いやもう本当にアップテンポでちょっと懐かしさもどこかあってすごい楽しめ楽しませていただきました。でもお二方はこれアイドルということなんですけれども、あのちなみに恋愛とかって大丈夫なんですか？あ、絶対ダメ。あ、絶対ダメなんですか？禁止。私たちバツイチなの。だからもう男はどうでもいいの。ゴリゴリ。あ、そうなんですか？ゴリゴリなの。もう恋愛したし喋りますね。結構喋りますね。はい、ということで、ありがとうございました。安定感。さあ、それでは続いてはですね、バンプシュートのお二人です。それでは、お二人はダンスを踊っていただけるということで、どんなダンスを踊っていただけるんでしょうか？私たちのダンスはストリートダンスです。はい、ということで、では、ストリートのかっこいいダンスを、見せていただきましょう。それでは準備の方お願いいたします。大丈夫ですかね。それでは行きます。バンブーシュートさんで、ジジババアバイダル、どうぞ。ジジババ、ジジババ、どん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 、本当に一人は絶対しない。現地に殴られた奴が勝ったら、それは死にやむ活躍しない。現地の仲間をどんどん稼げる、こうなる環境を言葉を知るぐらい、何一人の67歳で、その動きっていうのはどこからパワーが出てきてるんですか？やっぱりあの毎日が楽しく、はい、あの過ごせるっていうことで感謝の意味を持っていうか、そこからだと思います。毎日楽しんで生きることを意識してらっしゃる、はいはい、なるほど、はい、それでは、皆さんちょっと並んでいただけますでしょうか。ここからですね、少しお話をお伺いしたいと思います。いや皆さんはですね、この先どんな夢や野望を持っていらっしゃるのか聞いていきたいと思います、はい、それではバンブーシュートさんはいかがでしょうか？バンブーシュートさん、そうですね、単独公演が将来的にできるといいなと思います。やっぱりちゃんともうステージで野望あるんです、ね、バンとやりたいということですね、はい、はい、では、ミュートヤーさんはいかがですか？私たちはズバリ紅白歌合戦に出たい。オラキサですか？ステージがオラキサ歌合戦に出たい。紅白歌合戦に出たい。いやー、でもその道はどん着々と進んでますか？進んでます。進んでちゃんとレッスンを重ねて、はい、はい、2年後の還暦の時にはぜひ、もうブレイクしてるからです。若い。あ、じゃあもう楽しみにしてていいですね。わ、はい、かりました。それではスタジオの皆さん、何かご質問ありますか？ケイさんどうでした？まずは、いや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 、すごいなっていうか、やっぱり昭和の歌謡、平成にで作った昭和の歌謡っていうのは、僕ら同い年なんですよ、多分36年ですか？35年と36年。あ、でも僕ら36年ですから。はあ、なんかね、あのメロディーラインがやっぱりキュンときますね。この間うちの神さんと2人でカラオケ行ったんですけど、岡田奈々さんとか歌ってましたからね、ああもうね、世代ね、レディースとかああいう感じなんだ、はい、まさにバッチリバッチリ、私たちも歌ってるよね、行きますよ、紅白頑張ってね。ミュンさんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ブレイクダンスの2人はほんまに最初のあれはバンブーシュートの2人ね、ほんまにブレイクしてしまったんかな。ありがとうございます。一瞬ね、一瞬、いやでもそっからのこの熱量の上げ方が良かったですね。どうよ、若者から見てあのお母さん方なんか一瞬もあって新しかったです。一瞬もあって、いや本当やっぱりだ、ね、もう見習わなきゃ。そうですね、元気さはね、私たちの方が足りないなと。ブレイクダンスなんて最初からもうできると思ったことないし、うん、もう絶対できないカテゴリーに入ってるので、ね、そこに挑戦されてるっていうのがもう何よりもびっくりしました。高齢者の方とかに教えたらね、
あの孫とかも今ねダンス必修家だしね、うん、いいコミュニケーションになるかもしれない。確かにコラボレーションしてほしいですね。優しいお母さんもね。優しさやっぱいいですね。若く荒れますね。こうやってね、まあ昭和もう一回流行りそうですよ。ね本当そうですよね。はい、太田君ありがとう。なんか元気いただきました。はい、もう本当にパワーと勇気をもらったような気がします。以上、バンブーシュートさんとミュートヤンさんでお送りしました。皆さんどうもありがとうございました。もうちょっと分かりやすいコンビネーションミュント、いやいやなんかね、リリーズとかハニーズとかなんかそういうキャッチーさんもね、キャッチーさん、キャンディーズみたいな、ね、分かりやすいみんな覚えられる名前ですよね。国民的番組目指す上で、ねはい、ありがとうございました、はい、以上、アランザワーズのコーナーでした。